ケ n ネスは日本の覆面レスラー。本名、斉藤誠。アニマル浜口トレーニングジムでトレーニングを積む。1995年、道の区プロレスに入門。1996年4月23日、日越体育館大会で斉藤誠として、タイウィリー・ウィルキンス・ジュニア、戦でデビュー。同年、レッスル夢ファクトリーに移籍して、 誠のリングネームで1999年まで在籍。フリーとして東流門ジャパンに参戦して、クレイジーマックスの一員となるも、タルトナカを起こして、敗者追放マッチに敗れて、東流門から姿を消す。2000年9月、謎の覆面レスラー、ダークネスドラゴンとして、東流門に再登場。もちづ明が率いる M2K に加入して、 ドラゴンキッドと構想を繰り広げるが、2002年に有明コロシアムで行われたマスカラコントラ、マスカラ戦で、キッドに敗れて、マスクを脱ぎ素顔を公開する。構想終結後はマスクを一新して、リングネームを、現在の k ネスに、改めて一時は、正規軍に所属していたが、それは、斎藤寮を引き込むためのスパイ行為であり、リーダーが、マグナム東京に変わった M2K に再合流して、 ドゥーフィクサーを結成。2003年以降は、肩の怪我に悩まされ、欠場を繰り返す。2004年、ドラゴンゲートの発足と同時にドゥーフィクサーを離れて、もちずきらとファイナル M2K を結成。しかし、追患版ヘルニアを患い、2005年末のキング・オブ・ゲート出場を最後に、長期欠場を宣言。2006年のワールド記念ホール大会で復帰したが、状態は、 まだ思わしくなく、継続して、試合に出ることはできなかった。2006年12月に、トップ戦線から一歩退いた形として、再度復帰。また、ファイナル M2K からの脱退と前後して、ドラゴンゲートの現場監督に就任する。それからは、ハリウッドストーカー市川等と、コミカルな試合をするのが、リング上での主な姿だった。しかし、 体調が上向いてきたため、2007年8月に行われたタックリーグ戦にドン・フジーと組んで出場、同時に第一戦への復帰を宣言する。リーグ戦の結果は厳しかったが、翌9月に博多スターレーンで行われたトライアングルゲート選手権で勝利を収め、体幹と共に完全復活をアピールした。現在は選手として活躍する傍ら、現場監督としても、 冷静な判断と場を読むうまさと間を生かしたマイクアピールでドラゴンゲートを統括している。2009年12月20日に12月27日の福岡国際センターでのマスカラコントラカベジラ金網マッチに出場予定だった不祥欠場中の斉藤寮の代役として登場しリアルハザードに加入した。その後横須賀トールとユニットを離脱。ユニットには属さずに 横須賀通ると、クネスカとして活動。2010年1月11日に、最多防衛記録をかけた谷崎直樹から勝利し、悲願のブレイブゲートダッシュ。設立者の一人だが、意外にも初体感であった。2月7日に博多スターレーンで PAC から防衛を、果たすも、2月27日の京都 KBS ホールで、スペルシーサーからベルトを奪われる。 5月13日の後楽園ホールで、横須賀とおルと共にツインゲートを奪取。第12代王者に輝いた。その後、4度の防衛に成功するが、土井刺激岩幕組に奪われてしまう。2013年は1月17日に、後楽園ホールで、マト、3月7日には、高木慎吾をシングルマッチで破り、シーマが保持する。 オープンザドリームゲート王座への挑戦を表明して4月4日に対戦するも敗れた。しかし、2013年内にドラゴンゲートの主要4、大タイトルすべてに挑んだ唯一の選手となり、このうちツインゲートとトライアングルゲートを獲得。2014年12月3日、後楽園ホール大会でマット・ブランキーの新メンバーを募集する、ドイダーツで選ばれ加入。 マスクを黄色と黒を基調にした、メガバイトバージョンになり、狂気として、傷槌を使用し始める。2015年5月5日、マット・ブランキーを追放される。しかし、5月8日、キング・オブ・ゲート戦でドイット試合をしていたシーマを、突然裏切り、マット・ブランキーに再加入。6月3日、マット・ブランキー VS 高楽園中学3年 B 組、生徒解体抗戦で、 ガンマから光の輪で勝利。その後、ブレイブゲートに挑戦表明。6月13日、戸沢の持つオープンザブレイブゲート王座に挑戦するも敗北。8月16日、自身の所属するマット・ブランキーとジミーズとの解散マッチを行う。最後は、味方のマトに塩を投げつけ、ジミーズの進むとのツープラトン技を出し、最後は進むのジャンボの勝ち。 で、ヤマトが敗北し、自身の所属していた、マト・ブランキーが解散した。試合後、ジミーズに加入。しかしこれに、谷崎が反発する9月27日、クネスカとして、初のタックリーグ優勝に成功。10月8日、後楽園大会で因縁深まる谷崎と、シングルマッチを行い、勝利。試合後、なおも不適される谷崎を当時欠場中の、 ジミー・カゲトラが説得、一度は和解し、ジミーズトレーンを行うがそこで、谷崎がカゲトラを襲撃する形でユニットを離脱した。2017年8月17日、ジミーズが解散して、無所属になり、リングネームもケーネスに戻った。横須賀のジャンボの勝ちと、ケーネスの昇流客との合体。斉藤誠が用いたことがある、リングネーム。ありがとうございます。